こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です各国でもミサイル防衛は必須となる事態ですそれは日本だけではなく同盟国の米国も同じこと 日米での考えが一致しているのは当然ですよねそこで迎撃ミサイルシステムを日米で開発していますでは今回 ICBM を初めて迎撃に成功した話を詳しく見ていきますあの SM3 ブロック 2A システムが成功今後日本のミサイル防衛が変化 配備計画も進みますね。でも、ごく超音速ミサイルも考えないと。2020年11月、アメリカ国防総省のミサイル防衛局は、同国と日本とで、共同開発を行った、 SM-3 ブロック 2A ミサイルが大陸間弾道弾 ICBM を模した標的の迎撃、迎撃に成功したと発表した。この迎撃実験は FTM-44 ステラーランサー星の9機兵と故障されアメリカ東部標準時間の17日 AM12 時50分頃ハワイ沖に 配置されたアーレーバーク級駆逐艦、ジョンフィンが、実施したという。今回大陸艦弾道弾、ICBM を模した標的は、マーシャル諸島にある。アメリカ軍のミサイル実験場から発射されたもので、ハワイの北東部海上で SM、SM-3 ブロック 2A ミサイルよって迎撃された。従来、 SM-3 ブロック 2A ミサイルは、中距離弾道弾 IRBM の迎撃を目的に、開発されてきた経緯があり、大陸間弾道弾 ICBM を標的とした迎撃は、初の成功だったため、大きく報じられたと言える。今回の FTM-44 ステラーランサー星の吸気兵実験では、 発射元のマーシャル諸島のアメリカ軍ミサイル実験場から迎撃先となった。ハワイ沖までは約6500キロもの距離の隔たりがある。このため、大陸間弾道弾 ICBM を模した標的の追尾はまず、静止軌道及び超大円軌道上を周回する高軌道の衛星システムが、 行い、続くミッドコースでは、低軌道上に配置された STSS 衛星が行った。この STSS 衛星が探知した情報が、C2BMC 式統制戦闘管理通信の、ネットワークを介して、駆逐・艦・ジョンフィンに共有され、それを、元に、 sm-3 ブロック 2a ミサイルの発射に用いられたと言われる。アメリカ国防総省ミサイル防衛局の声明は、今回の実験で、e、EOS。エンゲージ4リモート機能、遠隔光線能力を駆使したと。捨てているが、駆逐、艦、ジョンフィン以外のレーダーは、未使用のようだ。 そのため取得された STSS 衛星の情報をもとにして、駆逐、艦、ジョンフィンは、LOR、遠隔発射機能によって、迎撃を実施したと考えられ。これを、講義の解釈で、遠隔光線能力と説明したとみられる。アメリカが構築している BMD、イージスミサイル防衛システムは、もともとは、中距離弾道弾。 IRBM の迎撃目的に開発され、それゆえにより高行動。飛来する大陸間弾道弾、ICBM は、落下に転じてから、迎撃を行うものだ。よって、BMD、イージスミサイル防衛システムで使用する SM、SM-3。ブロック 2A ミサイルは、大陸間弾道弾。 ICBM に対しては、発射の直後やその最高到達高度では、迎撃はできず、落下が予想される近辺での、待ち伏せとなる。こうした内容を踏まえ、今回の FT、FTM-44 ステラーランサー、星のやり兵実験の結果から、一部の専門家は SM、SM-3 ブロックに A ミサイルが、 カバーできる範囲は限定的で数が必要であると指摘しているその上でアメリカ本土の防衛には周辺の沿岸部に SM-3 ブロックに A ミサイルを搭載した艦艇を複数常時配備することで BMD。イージスミサイル防衛システムが機能することを認めている。しかし、アメリカが保有する今回の駆逐艦、ジョンフィンを含む、SM-3 ブロック 2A ミサイル搭載の艦艇は、これ以外の空母打撃軍での艦隊防衛などの任務もあり、すべてを投入することは不可能だ。 そこで改めて指摘されているのが、日本ではブースターの落下問題が、解消されず導入中止となった、陸上配備型弾道ミサイル迎撃システム、イージス・アショアの導入論である。この案が、どこまでアメリカで採用されるのかは、その費用やお取りを識別する。能力の有用性などを含め、 今後議論されていくと考えられるが、その結論も今後注目点となっていくだろう。さて、アメリカと日本が共同開発を行った SM-3 ブロック 2A。ミサイルだが、その製造はアメリカの軍需企業大手のレイセオン。テクノロジーのレイセオンミサイルズディフェンス部門が、 実施している。レイセオンテクノロジー社は、このほかコリンズエアロスペース。システムズやプラットホイットニー、レイセオンインテリジェンス&。スペースの合計4部門で、約19.5万人の従業員数を要する企業だ。 アメリカの軍需企業の再編に伴い、この2020年にレイセオン、テクノロジー社として発足したが、元のレイセオンカンパニー社と、ユナイテッドテクノロジーズ社の航空宇宙事業を統合したものである。SM-3 ブロック 2A ミサイルの開発においては、前述のレイセオン、 ミサイルズディフェンス部門と日本側は三菱重工業が参加した。共同開発となっている。ちなみに SM-3 シリーズのミサイルを用いた迎撃実験は2020年11月までに合計40回を数えており、そのうち今回も含めて迎撃に。成功したのが 32回と全体の8割を占めている。